どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。4月ね入りましたので、毎月恒例の ANA クレジットカードの入会キャンペーンね、まとめて、いきたいと思います。まあANA のクレジットカードと、まあ、プラスアルファっていう感じでね、紹介していきたいと思います。まずですね、今日紹介するのは ANA のね入会キャンペーンのやっているクレジットカードの紹介なんですけども、この ANA のクレジットカードは、マイトモプログラムっていうね、まあ私の動画で結構紹介させていただいてるんですけども、まあ、初めてね ANA のクレジットカードを保有される方はこのマイトモプログラムっていうのをね、先に ANA で登録した後にね、クレジットカードを発行すると登録しただけでね、プラスマイルがもらえます。で、一般カードの場合は500マイル、ゴールドカードの場合は2000マイル、プラチナカードの場合は5500マイルがね、こちら無条件でもらえますんで、ぜひねANA カードを初めて発行する際はですね、周りの方に ANA のねクレジットカード持っている方いないかね、一度確認してみるようにしてくださいね。まあ、もちろんね、私から紹介させていただくこともできますのでっていうのは冗談としても、発行する際はね確実にチェックするようにしてくださいね。まず一番最初に紹介するのは ANA の JCB ソラチカカードって呼ばれているこの ANA の、クレジットカードですね。まあ、こちらは、まあ、ANA のね JCB カードだったら基本的にね全部対象なんですけども、まあ、こちらは、初年度年会費無料でね発行できるクレジットカードで、初年度ね無料で発行できるクレジットカードとなっておりまして、 ANA 側のキャンペーンとJCB 側のキャンペーン両方やってるんですけども、こちら両方とも乗れるんですよね。ですので、まあ、今回ねこちらで、ソラチカカードでね紹介していきたいと思います。まずですねこちら JCB のキャンペーンで、まずマイチェックっていうのをね登録すると、400ポイントがねもらえます。でこのマイチェックっていうのは紙の請求書をね、ウェブに切り替えるっていうものなんですけども、こちらのポイントが400ポイントもらえるんですけども、こちら JCB の置き時ポイントで付与されるんですよね。でこの置き時ポイントっていうものはこの JCB のソラチカカードを発行すると東急メトロポイントっていうものがね、まあ、利用できるんですけども、こちらを経由するとですね、公式サイトには1200マイルって書いてあるんですけども、こちらね置き時ボーナスポイントから東京メトロポイント ANA マイルっていうルートを組むだけで、これ1200マイルがですね1800マイルに化けるんですよね。ですのでこちらのルートをね利用するようにしてください。この JCB の中でもですね、このソラチカカードを選んでるのはこれもあるんですよね。ソラチカカードがないとですねこのルート組めませんので、そういう意味でもこのソラチカカードっていうのはおすすめなんですよね。次にねこのクレジットカード発行した後にクレジットカード利用でもですねポイントがもらえます。10万円で1500マイル、50万円で6000マイル、100万円で1万7400マイルっていう風に公式サイトには出ているんですけども、こちらも先ほどとね同じルートで組むとですね、一番上の100万円の場合は1万7400マイルがもらえるんですけども、こちらルートを組むと2万6100マイルっていう風になりますんで、かなり大きいですよね。ですので、まあ、このルートで、ね、利用するようにしてくださいね。でこちらをまとめると一番最初の、マイトモプログラムで500マイル、JCB マイチェックで1800マイル、100万円以上利用で、2万6100マイルで、クレジットカードね、100万円分の利用額が入ります。で、こちらを入れると、1万マイルが加算されますので、合計で3万8400マイルっていう風になります。で、ここからですね、さらに JCB のキャンペーンね、続きます。10万円以上で300マイル。50万円以上で2100マイル。100万円以上で5400マイルっていう風になります。こちらも先ほどと言ったね、ルートで組むと100万円以上でね、5400マイルのところが8100マイルっていう風になりますんで、これを合計するとですね、4万6500マイルっていう風になるんですよね。で、これにですね、入会ボーナスを入れると4万7500マイルっていう風になります。でまだ続きます。でこの JCB のこのソラチカカードですね、 ANA JCB のソラチカカードはですね、今現在ポイントサイトポイントインカムに案件があります。
ですのでこちらポイントサイトポイントインカムを踏んで、クレジットカードを発行するだけですね、さらに7300円分の、ね、ポイントがもらうことができます。でこの7300円分の、ね、もらったポイントはポイントサイトから ANA マイルで、ね、一番の交換率を誇っている、東急ルートで、交換するとですね5475マイルっていう風になるんですよね。これで終わりかと思いますよね。まだ続くんですよね。今まで紹介したのはクレジットカード会社の JCB のキャンペーンとポイントサイトで、次に ANA 側のキャンペーンですね。こちら3月2日からね始まったキャンペーンなんですけども、まず8月31日までに ANA に搭乗すると1000マイル、クレジットカード利用でマイルがもらえます。20万円以上50万円未満で3000マイル、50万円以上100万円未満で1万マイル、100万円以上で2万7000マイルっていう風になります。こちらも利用でねマイルがもらえるキャンペーンですので、先ほど紹介させていただいた JCB のキャンペーンとまあ完全に被ってるわけなんですよね。ですのでJCB の、ね、キャンペーンをクリアすることによってこちらのキャンペーンもねクリアできますんで、まあ、両方ともねエントリーが必要ですので、まあ、この点だけはね注意してください、クレジットカード発行してね到着したら、まあ、両方ともねエントリーするようにしてくださいね。次に ANA カードファミリーマイル登録で、500マイル、これはね家族の方の ANA マイルをね、まあ、合算できる制度なんですけども、まあ、こちらを登録すると、プラス500マイルがもらえるっていう感じになります。ですので今ね紹介させていただいたキャンペーンを全部合計するとですね8万1475マイルっていう風になるんですよね。これはね年会費無料のクレジットカードでもらえるマイル数ですので、まあ、かなりすごいですよね。次にですねアメックスビジネスカードとアメックスビジネスゴールドカードをね紹介させていただこうと思います。こちらね ANA のクレジットカードはないんですけども、こちらも入会キャンペーンをやっておりまして、こちらも結構ねいいマイル数が稼げるクレジットカードとなっておりますんで、こちらのねクレジットカードの、まあ、一番のおすすめ点はですね、まあ、先ほどの、ソラチカカードもそうだったんですけども、アメックスビジネスカードとアメックスビジネスゴールドカードですね、この2つはですね初年度年会費無料で維持できるんですよね。で、まあ、そういう点ではねかなりおすすめのキャンペーンなんですよね。でこのアメックスのクレジットカードはですね覚えておいていただきたいんですけども、基本的に、今日ね紹介させていただいているのはアメックスのクレジットカードっていうのは紹介制度っていうものを設けております。ですのでこの紹介制度を利用したねポイント数となっておりますんで、その点はね注意してください。もしねアメックスのクレジットカードをね発行する際はですね、ちょっと周りの人に持ってる方いないかねちょっと一度確認してみるようにねしていただければなと思います。まずねアメックスの、アメックスビジネスカードですね。でこのアメックスのビジネスカードなんですけども、メンバーシップリワードっていうものがありまして、そちらは手数料3000円、 ANA の移行マイル手数料が5000円っていう風にかかりますんで、これ両方するとね8000円分かかりますんで、初年度年会費無料なんですけども、このメンバーシップリワードっていうのはポイントを1ポイント1マイルにするためにね、登録するものなんですけども、まあ、これ登録しないとね半分になっちゃうんで、ってなるとまあ ANA マイルを貯めるという意味でですね登録しないわけにいかないんで、この2つを登録すると、まあ、初年度年会費は無料なんですけども、こちら両方でね8000円かかってきますんで、まあ、その点は覚えておいてくださいね。まず、アメックスビジネスカードの方ですね、入会後3ヶ月以内に20万円で7000ポイント、50万円で1万ポイント、50万円決済分を入れて5000ポイント、合計2万2000ポイントっていう風になりますので、まあ、こちらがそのまま ANA マイルね2万2000マイルになります。次にアメックスビジネスゴールドですね、3ヶ月以内に20万円で6000ポイント、50万円で1万2000ポイント、200万円で3万ポイントで、こちら200万円分の決算分が入って合計で6万8000分のポイントっていう風になります。でこの6万8000分のポイントはねそのまま ANA マイルになりますんで、6万8000マイルっていう風になるわけなんですよね。
で、このねアメックスのビジネスカード、アメックスビジネスゴールドカードなんですけども、年間4万ポイントしか ANA 周りにね交換できないんですよね。1年のカウントが12月31日でね切り替えっていう風になっておりますんで、もしねこちらを発行された方は12月31日までに4万ポイント交換、1月1日を超えたらですね、さらに残りのポイントを交換っていう風にしていかないとですね、こちら初年度しか年会費無料になりませんので、あの2年目以降ね普通に年会費かかってきますんで、もしね発行されてポイントをねうまく交換していきたいっていう方はですね、こういうふうに、ポイント交換するようにしてくださいね。次に、ANA ダイナース、クレジットカードですね、年会費が2万7000円。こちらね、初年度からかかるようになっております。で、ANA ダイナース、まあこちらダイナースクレジットカードということで、このダイナースっていうのはね、結構審査が厳しいです。まあ、その点もね、覚えておいていただけたらなと思います。まず一番最初に、マイトモプログラムを、利用すると2000マイル。で、こちらも、キャンペーンね、やっておりますので、2020年6月30日の申し込み分まで、期間中、100万円の利用で5万3000ポイント、100万円の決済額の通常ポイントがさらに、1万ポイント入って、6万3000ポイントですね。さらに、ビジネスアカウントと家族カード入会で、2000ポイントっていう風になります。ですけども、このビジネスアカウントと家族カード入会っていうのは、ちょっとね、有料なんですよね。ですんで、まあ、ここはあんまり考えなくていいかなっていう感じですね。で、こちらね、ANA ダイナースのクレジットカードなんですけども、残念ながらポイントサイトに案件がありませんので、こちらは、公式サイトからね、発行するっていう感じになります。で、こちらは ANA ダイナースクレジットカードっていう風になっておりますんで、まあ、先ほど紹介したね、ANA のキャンペーンも併用して、利用することができますんで、まあ、そちらを入れると、ダイナース側で6万5000マイル。ダイナース ANA 側で3万5000マイルっていう風になりますんで、こちらマイトモプログラムも全部入れるとですね、10万2000マイル獲得できますんで、まあ、こちらねかなり大きいね、マイルが一撃でゲットできますので、まあ、かなりおすすめっていう風になっておりますね。次に、ANA アメックスクレジットカードですね。こちら一般カードとゴールドカードがあるんですけども、まずね、一般カード、年会費が初年度から7000円かかります。で、まず、マイトモプログラムで500マイル、入会ボーナスで1000マイル。で、さらに、利用で、マイルがもらえます。3ヶ月以内に1万円で500ポイント、30万円で7000ポイント。70万円で2万2500ポイント、決済分で7000ポイントが入りますんで、合計で3万8000マイル、まあ、こちらが、マイトモプログラム入れるとね3万8500マイルっていう風になります。で、こちら ANA アメックスのこの一般カードはANA マイルにね移行手数料がかかるんですよね。で、こちらは年間6000円かかるようになりますんで、その点はね覚えておいてください。次に ANA アメックスゴールですね、年会費が初年度から3万1000円かかります。その代わりこちらね ANA アメックスの一般カードにあった移行手数料とかねそういうのがかかりませんので、まあ、無制限でマイル、ポイントをね貯めることができます。まず、マイトモプログラムで2000マイル。で、入会ボーナスで、2000マイルがもらえます。さらに、3ヶ月以内に10万円利用で、1万ポイント。70万円で、2万8000ポイント。100万円決済で2万ポイント。で、こちら100万円の決済分を入れて、さらに1万ポイントっていう風になりますんで、合計で、7万ポイントっていう風になります。こちらマイトモプログラムを入れると7万2000ポイントっていう風になりますね。まあこれがそのままマイルになりますんで、7万2000マイルっていう感じですね。で、こちらは ANA のアメックスカードと ANA アメックスゴールドカードということで、ANA のカードですよね。まあ先ほど言ったね、ANA のね、キャンペーンが乗れますんで、こちら最大で ANA アメックスカードの方は、最大6万7000マイル、 ANA アメックスゴールドの方は、最大10万5000マイルがねもらえる、キャンペーンっていう風になっております。いかがだったでしょうか。今回は ANA の入会キャンペーンまとめプラスアルファでね、紹介させていただきましたけども、
まあ、大量マイルはねもらえる、クレジットカードはですね、まあ、その分ね、年会費が結構高めに設定されておりますので、まあ、もしね年会費抑えたいなっていう方はですね、一番最初に紹介した ANA の JCB ソラチカカードが、まあ、初年のね年会費無料で、まあ、利用できますので、もしね年会費ちょっとっていう方はですね、そちらがまあ一番おすすめっていう風になりますかね。まあもしね年会費以上にですね大量マイルを狙いたいっていう方はですね、 ANA アメックスゴールドクレジットカードはですね最大で10万5000マイルですからね、かなりすごいですよね。今回の動画はねこんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方、いいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんでフォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。